ここで止めていいね。どうせ止めに来ていい？ボディーか。おいでねえ。ご利用ありがとうございます。横ですね。人いっぱいいるよ。でも、ああ、やっぱりこっからあそこにおいでんだな。俺ここおいだんだもんな。ここおいでなんかどっかでやったような気がする。フリーサイトね、すぐ近くでやったような気するけど、いいとこですね。高かったけどフリーサイトだな。半額だったんだけどな。どうもね、鍵かかんねえのは嫌だね。別に持ち歩くのは持って歩いて、こんなよくよくの荷物だから持って歩くのは別にいいんだけど。はい、じゃあ2日目スタートでーす。今日は山形県には入りません。山形県なんか結構すごい雨らしいんで、秋田県内でプラプラしたいと思います。それではとりあえず外周行きたいですね。全部外周回ってないから、とりあえず小笠原島の外周回ってプラプラっと行きたいと思います。7時から雨なんだよな。今6時半過ぎなんですけどね、7時から雨になってんだよね。はい、じゃあスタート。おい、じゃあ昨日はねやっぱりあっという間に寝ちゃって、ちょっと外に出てなんだかんだくつろごうかなと、キャンプ気分楽しもうかなと、ランタンポール出してランタン外に出したのはいいんだけど反対足を入り口側に向けて爆睡でしたね19時頃には寝たのかな。で21時頃ハッと起きて、ああそろそろ就寝時間だし、全部電気、あ、今のとこ、橋ね。あー、なんか怖いねー、かーだな。大増川っていうそうです。生ハゲ大橋だね、やっぱね。生ハゲ大橋です。で、それで、まだ寝たんだよな。で、4時に起きて、そっからなんだかんだ。コーヒー飲んで朝飯食べて、でまたコーヒー飲んで、あと片付けで6時半出発です。はい、じゃあ生ハゲキャンプ場で食材買うときはずーっと戻ってきて、101号線ここのこのこれ伊徳、伊徳っていうスーパーが一番近いですね。隣にローソンもあって一番近いですよ。この先はなかったもんな。多分普通の商店くらいしかないんだと思うんだけど。じゃあ小笠市街行ってみます。こっから右曲がってゴジラ岩とかね、道の駅あるから、そっちに行ってみたいと思いますね。多分ここからも行けると思うんだけど、ここ右折しても。でも道の駅がそっちのあっち沿いにあるから、小笠市街地方ねあるから、そっちに行きますね。こっちはいたろきねえんだ。こっちはいたろきないから。はい。未開の地でございます。はい、ここ押せずね。押せずですよ。いや、釣りしていいな。釣りいいな。釣り道具持ってくればよかった。失敗だ。なんだろうね、これね。あ、子供の何かか。すげえな、生ハゲだのいろいろ、小笠のこといろいろなっててね。でっけえ会社だなここ。
お前海鮮市場、おおいそうな海鮮定食。さあ道の駅はどこでしょう。おい、で道の駅、お前ちょっとここでゴジライフはどこさっかちょっと見てみんなねえな。ここが宇賀の道の駅だわ。いいんだけど、どこ止めっかな。よいしょ。宇賀の道の駅に曲がんねえでまっすぐだったのかな。スマホ出現。さあ今俺どこいるんですか。ここいるんですか。まっすぐ言うとこう行くから、こうだべ。ここいるんだべ。あ、道の駅曲がんねえでずっとあっちなんだ。あーほほほほ、ずっと行くと、どこだいゴジライは。結構行かなきゃいけねえんだな。おい、結構行かなきゃいけねえんだな。59県道小賀半島線。海んじゃねえの。うわ、いいね海。内陸出身の俺にはこの海がかなり新鮮に感じるんだよな。いいね。なんか能登半島外周ツーリングを思い出すのかな、ずっとな。こういうまあ小賀半島も半島だからあれなんだけど、能登半島外周ツーリングを思い出しますね。怖いね。ここでちゃんとキャンプすればよかったら失敗したな。ここな、ここでよかったよ。これ乗りようとかやったぶん渚百選宇野崎海岸。いいね。動画だな。俺撮ってる宇野崎海岸。戦場岩のポツ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 ってあるような感じ。そういう感じじゃないね。カモってあったね。鶴岡にもカモっていう地名あるけど。何釣れるさっき穴嫌だもんな。なんだっけか。あ、出てこねえ。あ、出てこねえ。クロダイだ。チヌ。チヌ釣りが、チヌが釣れる。チヌ釣りには小賀半島だって。なんか行き当たりに行くかな、確かな。ドロカイ。ドロカイ。こちら岩小賀半島。どこだろうね。よっ
ヘルメットおじさん。